はいどうも、買取チャンネルです。今回は1997年に発行された長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨の買取価格や価値について紹介していきたいと思います。この動画では次のような流れで紹介していきます。長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨とは、1998年に開催された長野オリンピック冬季競技大会を祝して発行された記念硬貨です。1次、2次、3次と3回にわたって発行された上、その度にそれぞれ図柄の違う500円白銅貨、5000円銀貨、1万円金貨が発行されたので、単体の記念硬貨だけで9種類存在します。さらに1次、2次、3次ごとに3点プルーフ貨幣セットと2点プルーフ貨幣セットも合わせて発行されたので、合計15種類の形式で造幣局から発行されました。まず500円白銅貨なんですけど、買取価格は500円以上は期待できません。たとえ綺麗な状態であったとしても、単体でペラッと見つかった場合は500円以上の買取価格は期待できません。メルカリで売った場合も同様で、手数料を考えると額面以上の利益を出すことはかなり難しいです。図柄が1次にスノーボード、2次のボブスレー、そして3次のフリースタイルスキーの3種類あるんですけど、価値はどれも同じです。珍しい記念硬貨にと思うかもしれないんですけど、普段目にすることがないだけで、それぞれ2000万枚ずつも発行されているので、実は全く珍しくないんですよ。ブリスターケースとかでめちゃくちゃ丁寧に保管されていて、綺麗なら額面以上の価値はあるんですけど、買取価格や売却利益が額面を超えることっていうのはありません。なので500円白銅貨は見つけ次第記念に置いておくか、普通にお店で使用しても OK です。ただし、いきなり店で使用しようとすると、偽造硬貨使用の疑いをかけられる可能性もあるので、使用する場合は事前に銀行で通常硬貨に両替するのがおすすめです。次に紹介するのが5000円銀貨です。5000円の記念銀貨ってどういうことと思われるかもしれないんですけど、こちらはきちんと5000円分の貨幣価値がある、れっきとした使用可能な硬貨です。なので5000円以下の値段で売ってしまうと当然損になります。そして気になる5000円記念銀貨の買取相場なんですけど、基本的には額面維持になることは少なくて、極美品レベルで綺麗な状態であれば5500円くらいで売れればラッキーかなって思っておいた方がいいです。ただメルカリなどで売れば、綺麗な状態であれば6000くらいで売れる可能性もあるので、売却して利益を出したいという場合は、買取よりもメルカリやオークションに出品する方が可能性が高いと言えます。図柄に関しては1次がアイスホッケー、2次がバイアスロン、3次がアルペンスキーの3種類なんですけど、価値に関してはどれも同じです。5000円の記念銀貨なんて絶対珍しいから高く売れると思われるかもしれないんですけど、こちらも発行枚数がそれぞれ500万枚とめちゃくちゃ多いので、プレミアがつくほどの希少価値は全くありません。とこの5000円記念硬貨は素材が純銀でできているので、銀としての価値があるんじゃないのかと思われるかもしれないんですけど、現時点の銀相場で計算しても素材だけの価値はだいたい900円くらいにしかなりません。なので額面の方が素材の価値よりも高いです。そもそも国内で貨幣を溶かしたり傷つけたりすることは法律で禁止されているので、溶かして銀にしてしまって素材としての価値で流通させるっていうのはちょっと難しいんですよ。続いて紹介するのが長野オリンピック冬季競技大会記念の1万円金貨です。こちらもきちんと1万円分の貨幣価値のあるれっきとした使用可能な硬貨です。図柄は1次のスキージャンプ、2次のフィギュアスケート、3次のスピードスケートの3種類あるんですけど、価値に関しては1次のスキージャンプが若干高めに取引される傾向になりますが、基本はどれも同程度です。こちらも発行枚数がそれぞれ5万5000枚ずつあって、白銅貨と銀貨に比べれば少ないんですけど、記念硬貨としては結構多めに発行されている方なんですよ。ですので希少価値は全然ないんですけど、素材が純金製かつ額面がそもそも1万円なので、基本的に価値の高い記念硬貨です。なのでもし押し入れなどから出てきたっていう場合はかなりラッキーです。気になる1万円金貨の買取相場なんですけど、ちょっと複雑です。先ほどもちょっと言ったんですけど、貨幣は溶かしたり傷つけたりすることが法律で禁止されているので、これを理由に金素材としての価値を考慮せずに買取される場合もあるからです。
そのため買取の場合ですが、プルーフの貨幣セットとして全て発行されていることからも、ひどい状態で保管をしていなければ買取相場は3万円前後、綺麗に保管されていれば4万円程度の買取価格が期待できるでしょう。もちろん金相場での買取価格を提示してくれる買取業者もいるんですけど、そこの判断は業者によってまちまちなので、できれば複数の業者で相見積もりを取って金相場を考慮した上で買取価格を提示してもらった業者に売るのがおすすめです。ちなみに金相場を考慮してもらった場合の買取相場なんですけど、投稿時点の金相場で考えると綺麗な状態であれば10万円前後の買取価格が期待できるでしょう。一方でメルカリやヤフオクの場合なんですけど、金相場としての価値を考慮した上で取引される傾向にあります。1万円金貨は 15.6g の純金製なので、投稿時点の金相場だとメルカリの場合なら並品で11万円前後、綺麗な状態であれば13万円前後で取引されています。ちなみに銀行でも両替してもらえるんですけど、額面通りの1万円との交換になってかなりもったいないので、買取やメルカリに出品する方が高く売却できます。次に紹介するのが長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨3点プルーフセットです。長野オリンピック記念の500円白銅貨、5000円金貨、1万円金貨の3枚のプルーフ記念硬貨がセットになっていて、それぞれ1時から3時まで発行されました。1時から3時までの発行部数はどれも3万3000部ずつで、種類によるプレミア価値の大きな違いはないんですけど、1時が若干高めに取引される傾向にあります。ちなみにプルーフって何ぞやと思われるかもしれないんですけど、プルーフ硬貨とは表面に光沢を持たせて綺麗に加工した硬貨のことで、コレクションとして見栄えがするように作られた硬貨です。箱と専用ケースに入れられた状態で販売されていて、箱にはきちんとプルーフ貨幣という表記があります。収集用として発行されたこともあり、3枚セットで当時の定価が4万8000円と額面よりもかなり高く販売されました。長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨の3点プルーフセットの買取価格なんですけど、よほどひどい状況で保管していなければ3万5000円前後、特に保管状態が良いものであれば5万円前後まで期待できます。ただしこれは金相場を考慮していない場合なので、金相場を考慮してもらえた場合は投稿時点の金相場で考えると、綺麗な状態であればだいたい11万円前後の買取価格が期待できるでしょう。ただメルカリなどで出品すれば、箱の状態がよほどひどくなければ12万円前後、状態やタイミングが良ければ14万円前後で売れる可能性は十分にあります。こちら記念硬貨3枚のセットにはなっているんですけど、価値のウェイトのほとんどを1万円金貨が占めているので、相場の感じは1万円金貨とかなり近くなっています。ただこうした箱に入った記念硬貨はコレクターアイテムとして扱われる傾向にあるので、単体金貨よりも高い相場がつきやすいですし、箱やケースの状態が良ければ売却しやすい傾向になります。最後に紹介するのが長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨の2点プルーフセットです。こちらは長野オリンピック記念硬貨の500円白銅貨と5000円銀貨の2枚のプルーフ記念硬貨がセットになっていて、こちらも1時から3時までそれぞれで発行されました。ちなみに1時から3時までの発行部数はどれも10万部ずつで、種類によるプレミア価値の違いはこちらもありません。買取価格としては大体が額面程度で、綺麗な状態であれば6000円前後の買取価格が期待できるぐらいです。ですがメルカリなどであれば大体7000円前後、綺麗な状態であれば8000円前後で売れる可能性があるので、売却して利益を出したいという場合は買取よりもメルカリやオークションの方が高く売れます。以上が長野オリンピック冬季競技大会記念硬貨の相場についてでした。この動画で紹介している記念硬貨の買取相場を含めた情報は、日本貨幣カタログやオークションやフリマでの取引事例、造幣局の情報や古銭買取 .info という情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては古銭買取情報に関するパイオニア的な存在なので、サイト制作者様にも参考にする許可をもらった上で参考にしています。他の古銭や記念硬貨の買取情報が気になる方は概要欄からサイトも確認してみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。